渡辺久信は、群馬県桐生市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ。2019年より埼玉西武ライオンズ、球団本部、ゼネラルマネージャー。愛称は、鍋球。前橋工業高校時代から速球派の大型投手と期待された。中学時代から時速 140km に近いストレートを投げており、県の高校野球界でも注目の的だったが、自身は桐生高校を志望していた。当時の桐生高校は、阿久澤武史、小暮洋のコンビで、甲子園を席巻した直後であり、桐生高校側としても、時代のエースとしての期待を込めて、受け入れ体制を準備しており、専属の家庭教師をつけて、受験勉強を開始したが、生来の勉強嫌いもあって3日で受験を断念し、結局前橋工業高校に進学した。高校3年時の群馬大会では、太田工業高校との決勝で最終回に、押し出しフォアボールで、サヨナラ負けを喫した。渡辺が甲子園に出場したのは、1年生だった1981年の夏の甲子園のみで、準優勝した京都商業高校に、初戦でサヨナラ負けを喫している。1983年のドラフト会議で、西武ライオンズは、高野光を1位指名するも抽選で外れ1位で指名され入団した。西武時代1年目から1軍に定着し、快速球とフォークを武器に3年目の1986年は、最多勝ち、最多奪三振の2冠となった。86年から90年までに69勝、15勝以上4回という成績を収め、ライオンズ黄金期の中盤を支えた。以降、成績は下降線をたどるが、90年以降は工藤が安定し、結果長期にわたる、ライオンズ黄金期が生まれた1988年、1990年も最多勝ちを獲得するなど、東尾修、工藤公康、角大元、松沼博久らと共に、西武黄金時代の柱として、チームを支えた。1989年10月12日、熾烈な優勝争いの天王山となった近鉄との、ダブルヘッダー第1試合で途中登板したものの、ラルフ・ブライアントに勝ち越しソロ本塁打を打たれた。結局西武は、同日のダブルヘッダーを2試合とも落とし、同年の優勝を逃す要因となった。渡辺は引退の記者会見で、最も心に残る場面として、後悔しないように、一番自信があった直球で勝負を挑んで、ものの見事に打たれたと、この場面を取り上げている。1990年5月9日の日本ハム戦に先発した渡辺は9回までノーヒットピッチングだったが西武打線も柴田康光の前に無得点に抑えられ延長戦となった。10回もノーヒットを続けたが11回に小川浩一にヒットを許しノーヒットノーラン達成はならなかった。試合は12回表に西武が先制。渡辺は11回無失点で勝利投手になった。日本シリーズでも1988年の日本シリーズに続いて開幕投手を務め、チーム4連勝の勢いをつける完封勝利を記録した。1991年は前年まで2年連続シーズンワーストだった被安打や30本を超える被本塁打を大幅に減少させたが、勝負どころで打たれることが目立ち、自身初の防御率4点台を記録し、勝敗も初めてシーズン負け越しを記録した。日本シリーズでは、第3戦に登板し、2年連続初、登板完封勝利を記録。チーム日本一に貢献した。1992年10月10日の日本ハム戦では打席に入り、サゼン安打を記録した。当時は交流戦がなく、これは日本シリーズを見据えた采配であり、同試合では同僚の塩崎哲也、石井武宏も打席に立ったが、三振を喫しなかったのは渡辺だけであった。その後パリーグでの投手の安打は2001年9月29日で、ジェレミー・パウエルまで約9年間記録されなかった。1993年シーズンでは自己ワーストの14敗を記録。日本シリーズで、第3戦で勝利投手になったが、第7戦で敗戦投手となり、日本一を逃した。なお自身のシリーズ敗戦投手は1986年の日本シリーズ以来の11試合ぶりの敗戦投手で、先発登板での敗戦投手は、これが最初で最後だった。1994年は4シーズンぶりに勝ち越し、自身最後の規定投球回をクリアしたシーズンとなった。チームはシーズン4連覇し、日本シリーズでは2年ぶりに開幕投手を務め、自身最後のシリーズ勝利投手となったが、チームは日本一を逃した。1995年、東尾修が監督に就任し、シーズン初登板こそ先発で、延長10回途中まで無失点の好投はしたが、それ以降先発で4試合すべて負けて4連敗となった。次の登板で先発勝利したが、内容の悪さから中継ぎに降格となり、リリーフ初登板で失点し、シーズンの大半を2軍で過ごすことになった。終盤に1軍に昇格し抑えを経験した。先発では7試合1勝4敗防御率 6.43 が、復帰後抑えに回ってからは11試合2勝0、.5S 防御率 1.65 の好成績だったが、本人の先発志向が強かったため、翌年も先発投手としてシーズンを迎えた。1996年6月11日のオリックス戦でノーヒットノーランを達成した。シーズンでは、開幕からローテーションに入り、チームが下位に低迷する中で、ノーヒットノーランを記録した6月まで、西口文也の9勝に次ぐ6勝と奮闘していたが、6月末から8月末まで5連敗し、チームが若手主体に切り替えたことにより2軍降格し、そのままシーズンを終える形になった。1997年は主に谷間の先発を務めたが、プロ入り初の一軍に勝利に終わり、日本シリーズでも第3戦の8回にリリーフ登板したが、伊藤勉が出した変化球のサインを見間違えストレートを投げた結果、先頭バッターの古田敦也に勝ち越し、ホームランを打たれ、さらに投手の高津臣吾に敵地打を打たれるなど不本意な結果となった。同年オフ、チームの若返りを目指す球団方針によって戦力外通告を受け、野村 IDE 野球を学んでみたいとの思いから野村克也が監督を務めるヤクルトスワローズへ移籍。その際に、ヤクルトの前に管理部長の根本睦夫からダイエーへの移籍を誘われたが、関東に残りたいという気持ちがあったので、移籍は実現しなかった。ヤクルト時代1998年は、野村再生工場での復活を期待されたが、速球にこだわるがゆえに速球を痛打される機会が目立った。5月20日の横浜戦で3年ぶりの完投勝利を挙げたが、この1勝に終わり、19試合の登板で1勝5敗、防御率 4.23 と成績で終わった。ただ、本人は後に野村さんの下で1年やってみて、指導することの面白さを感じていましたとも語っており、野村の下で、自らの野球経験を理論化し整理する、良い機会になったとしている。同年、オフ、再び戦力外通告を受けた。台湾時代ヤクルトにおける、戦力外通告をもって、現役引退を決断し、テレビ朝日、文化放送野球解説者として、専属契約を交わしたものの、東尾の勧めによって、指導者の勉強のため急遽台湾に渡ることとなり、台湾大連盟、上南雄氏の投手コーチに就任した。しかし、言葉による意思疎通が困難であったことから、当時台湾大連盟で技術顧問を務めていた各体元に通訳を手配してくれるよう要請したところ、言葉が通じないのであれば自ら投げて、身をもって教えればよいとアドバイスを受けて、急遽選手兼任となり、現役に復帰することになった。中国語の家庭教師を雇って学んだ結果、1年ほどで日常会話程度はこなせるようになり、ヒーローインタビューに中国語で答えることもあった。指導という名目もあり、日本時代のような速球中心のプライドが邪魔をせず、ヤクルト時代に野村から習得を指示されていた。緩いカーブやシュート等緩急を駆使した投球の結果、入団1年目から18勝で最多勝ち、最優秀防御率のタイトルを獲得するなど、台湾球界を代表するエースとして活躍した。また、西武在籍当時の同僚であった、角也、台湾に来た、石井武宏らと共に、台湾球界の発展に努め、日本で活躍の場に恵まれない選手にも道を開いた。鳥や豚だと思って食べていた肉料理が、実は田んぼに住む体長40から50センチメートルの野ネズミだと聞かされて、むせ返りそうになったこともあった。渡辺も台湾の選手やコーチと酒を飲み、料理を頬張りながら、台湾の文化や慣習に馴染もうと努めた。休日には一人でバスや電車に乗り、知らない街を散策し、時には原付バイクで行くこともあった。夕暮れ時には屋台や食堂にふらりと立ち寄り、居合わせたファンと野球談義に花を咲かせたこともあった。2001年シーズン途中に現役を引退し、コーチ業に専念した。台湾での経験について、渡辺は、自著、寛容力の冒頭で、指導者としての原点は、台湾での3年間にあると語っている。引退後は、テレビ朝日、テレビ埼玉、文化放送野球解説者、日刊スポーツ野球評論家を経て、2004年に2軍、投手コーチとして西武に復帰。2005年から2軍監督兼投手コーチ、2007年からは、2軍監督専任となる。在任中は、精通英氏の復活に尽力した。西武監督時代西武一軍、監督就任挨拶風景2008年日本シリーズ西武、VS 巨人スコアボード2008年日本シリーズ西武、VS 巨人表彰式2008年より、伊藤勉の後任として一軍監督に昇格。球団主導で招聘された、黒江幸信を、ヘッドコーチに据え、自ら大久保博志元、清家正和、熊沢徹をコーチとして招聘、チーム力を底上げし、前年度 B クラスのチームを就任1年目で優勝に導いた。リーグ優勝時には人目をはばかることなく、涙を流し、こんなに泣いたのは、オグリキャップの引退レース以来だとのコメントを残した。ポストシーズンでは、クライマックスシリーズセカンドステージで日本ハムを4勝2敗で破って日本シリーズに進出し、日本シリーズでは巨人を4勝3敗で破り、チームを4年ぶりの日本一に導いた。さらにアジアシリーズも制覇し、功績を評価され2008年の勝利期松太郎賞に選出された。伊藤の場合は、レギュラーシーズン2位で、プレーオフ、日本シリーズを制しての日本一であったため、西武でシーズン1位と日本シリーズ優勝を両方達成したのは森正明監督時代の1992年以来。また、前年 B クラスのチームを新人監督が日本一に導いたのは史上初となった。2009年は黒江ヘッドコーチが退任し、さらに、大久保打撃コーチが不祥事によって更迭されたことから、コーチ陣を刷新して迎えるシーズンとなったが、シーズン序盤に抑え投手のアレックス・グラマンが故障で、戦線離脱するなど、中継ぎ抑え投手が軒並み調子を落とし、チームは4位と低迷した。計14回のサヨナラ負けを記録したが、これはパ・リーグにおけるワースト記録であり、両リーグを通じては1988年の広島、1993年の中日ドラゴンズと並ぶワーストタイ記録であった。球団から続投を要請され、新たに2年契約を結んだ。2010年はリリーフ陣の崩壊で接戦を落とした前年度の反省から一転、ロッテから移籍してきたブライアン・シコースキーを抑え投手に据え、岡本篤史、藤田太陽、長田修一郎らをセットアッパーとして起用する系統パターンを確立した。9月16日時点では2位のソフトバンクに 3.5 ゲーム差の首位に立ち、優勝マジック4が点灯していた。しかし、9月18日から20日のソフトバンク3連戦で3連敗を喫し 0.5 ゲーム差に迫られ、9月23日の楽天戦で敗れて2位に転落。9月26日の日本ハム戦で敗れたことで、ソフトバンクの優勝が決定し、監督3年目は2位で終えた。また、チーム防御率は、前身クラウンライター時代以来、33年ぶりのリーグ最下位に転落した。クライマックスシリーズファーストステージでロッテと対戦するが、2試合連続で延長戦に突入した末に2連敗を喫し、シーズンを終えた。その後、進退伺いを提出したと報道されたが、負けっぱなしではいられないとの本人の意向から、2011年シーズンの続投が決定した。2011年は、投手陣の不振が主因となって、前半戦を球団史上15年ぶりの最下位で折り返すこととなった。また、球団史上32年ぶりとなる最大15の負け越しを記録し、7月12日から25日にかけては、球団史上初の3カード連続の同一カード3連敗を喫するなど、チーム成績は低迷した。後半戦以降、新人の牧田和久を抑え投手として抜擢し、セットアッパーとして起用した、ミンチェ、岡本篤の2人と合わせて、勝ち試合における継投パターンを確立して、投手陣を手こ入れし、さらに、中島博之をキャプテンに任命して、チームの立て直しを図った。また、3年目の浅村栄斗や、新人の秋山翔吾といった若手野手を辛抱強く起用した結果、9月14日から27日に、かけて2つの引き分けを挟んで10連勝を記録するなど9月の月間成績を19勝5敗とし、クライマックスシリーズ出場へ望みをつないだ。3位のオリックスと1ゲーム差の4位で迎えた10月18日のシーズン最終戦に勝利、同日オリックスが敗れたことから、わずか勝率1毛差で3位に浮上し、クライマックスシリーズ出場を決めるとともに、最大15あった借金を完済し、勝率5割以上の成績で公式戦全日程を終了した。また同日試合終了後、球団からの来季続投要請を受諾し、1年契約で2012年シーズンも指揮を取ることを表明した。クライマックスシリーズファーストステージにおいては、日本ハムを2連勝で破り、ファイナルステージ進出を決めたが、ファイナルステージにおいて、ソフトバンクに0勝4敗で敗退した。2013年、終盤がまで、ソフトバンク、ロッテなどのクライマックスシリーズ争いが続き、10月5日に CS 進出が決定、9月29日から7連勝で2位に浮上し、最終戦は3位のロッテと2位と CS、ファーストステージ本拠地開催権をかけての試合で、勝利し、8連勝で2位でシーズンを終える。しかし CS ファーストステージではロッテに1勝2敗で敗れ、敗退が決まった。翌日の10月15日に球団に監督辞任を申し入れ、球団に了承された。渡辺は記者会見で今年の優勝が楽天に決まった時には監督を退こうかなと思っていましたと述べた。監督退任後2013年10月17日、西武球団シニアディレクターへの就任が発表された。本人は後に、この異動について、今度は、フロントとして、チームを見ていきたい、という気持ちが出てきた。やるからには、根本さんを目指すと決めましたと語っている。2017年1月1日、シニアディレクター兼編成部長への異動が発表された。2018年10月21日、2019年1月1日付で、球団本部、ゼネラルマネージャーへの就任が発表された。常時時速 140km 台の速球を軸に、スライダーカーブフォークボールを交える、典型的な力投型投手であり、コントロールの緻密さには欠けるものの球のキレと球威で、勝負するタイプであった。また、1989年1990年には2年連続で、投球回数が200イニングを突破するなど、体力や回復力にも恵まれた投手であった。なお、その投球スタイルゆえに奪三振が多かった代償として、被安打、被本塁打もまた多く、1989年1990年には、最多被安打を、1989年には、最多被本塁打を記録している。もっとも、力投型投手の多くがそうであったように、渡辺も、また力の衰えが見え始めた。現役晩年に至っても全盛期のような力で押す、投球スタイルから脱却できず、速球を痛打される機会が目立った。当時の西武監督であった東尾からは、速球が通用するうちに、投球の組み立てを変えるようアドバイスを受けたが、自身の体に残る、全盛期のイメージが邪魔をして、モデルチェンジできなかったという。現役時代は、私服で、DC ブランドを、着こなし、さらにグラウンド内外でのファッションアクションが、球界や社会に影響を与え、西武時代のチームメイトであった、工藤や清原和博と共に、新人類と称された。さらに185センチメートルの長身でスリムな、ことから西崎幸弘、阿波野秀幸、星野信之らと、トレンディエースと並び称され、女性ファンから、絶大な支持を受けていた。入団2年目頃まではまだ年俸が低かったため、年収の2、3ほどを洋服代に費やし、税金が払えなくなり、督促状が届いたこともある。しかし、1991年4月頃から頭髪が薄くなり、さらに台湾へ渡ってからは、屋台班にはまったことが原因で太り気味にもなってしまい、選手たちにも、今じゃ信じられないだろうが、昔はこれでも、西崎さん、阿波谷さんと並んでイケメンと言われていたんだと、自虐的にジョークを飛ばしている。現役時代の愛車は、最初に買った中古の BMW を除き、メルセデス・ベンツ一筋。当時の西武には、土井正宏と東尾の名球会コンビ以外は、ベンツに乗ってはならないとする暗黙のルールが存在したが、これを破り、プロ入り3年目に、ベンツを購入し、これ以降多くの同僚選手が相次いでベンツを買ったため、後に私がベンツ解禁の先駆者になったと語っている。入団当時の監督であった広岡達郎の管理野球には辟易したと語る。選手寮に入って初めての食事の際、ご飯が茶色い玄米であったことと、冷蔵庫に牛乳が入っておらず、豆乳のみであったことに驚かされたという。当時の玄米にしても豆乳にしても現在のような洗練された味ではなかったことから非常にまずかったが、おかずだけは美味しかったためになんとかなったと回想している。渡辺自身、管理されるのが最も嫌いな性格であったことから、将来、監督になったら、絶対に管理はしないぞと誓ったという。その一方で、今思えば、その経験が良かったと思う。新人類と騒がれても、道は断じて踏み外していない。最初の上司が、放任主義者なら、もう、今頃は、どうなっているか、何をやっているかすらわからない。そういう意味では、広岡さんに礎を作ってもらったのかもしれない。蹴飛ばされたこともあったが、若い時に、広岡さんと出会えたことは僕にとっては幸運だったと、当時を振り返っている。工藤や清原からは、今までやってきた27年間の中で、プロ野球投手としては最高の存在と高い評価を受けている。工藤によると、素質、筋肉の質、関節の柔軟性がどれをとっても一流で、肺活量は 7500cc もあったという。また、工藤は、もう時効だから言いますけど、愛知中学生の頃から喫煙していたにもかかわらず、肺活量が並外れていて、それでいて、筋肉の質も超一流。シーズン200イニング以上投げておきながら、試合後は全く、マッサージを受けないで平気でした。僕がマッサージを受けてる横から、工藤さん、お先ですって言って、飲みに行ってしまったの。今では200イニング投げるピッチャーっていませんよと、述べている。また、清原は、菊池武志母子との対談で、渡辺監督と塩崎コーチなんて手本が揃ってる、チームはめったにない。特に、渡辺監督。あの人についていけばまず大丈夫とその手腕を絶賛した。酒の強さも人並み外れており、一年後輩の大久保、博元からは、西武時代の同僚で一番酒に強かった。どんなに飲んでも、二日酔いが人生で一度もない人と、評されている。現役当時は、5人で、ヘネシー5本は飲むという中で、一番飲んでるのが僕と、なべちゃんだったという。監督となってからも、若い頃と飲みっぷりが変わらなかったし、酔っ払わないとしている。基本的には怒らないことを、指導方針としているが、プロ意識を欠いた人間を非常に嫌う。台湾時代には新人ながら、素質10分で練習しなくても活躍し、そのため、首脳陣も何も口を出さなかった投手を呼びつけて、お前が、どんなに優れた才能を持っていても、今の態度じゃ俺たちのチームはお前なんていらないと、叱ったり、失策を犯した後に、好プレーをした三塁手がコーチとハイタッチしているのを、見て、試合後、こんな慣れ合いの環境じゃ、絶対に強くなれないぞと怒鳴りつけたりしたこともある。西武二軍監督時代も、一人前の野球選手になる前に、まずは、一人前の社会人にならなければならないとの、方針から、若手選手の緊張感を欠いた態度には厳しく接した。球団本部、ゼネラルマネージャーとしては、大久保博元が、選手の幕引きまで考える人と評している。これは、松坂大輔を、古巣の西武に戻して、西武の選手として引退させた事実を踏まえた上での評価である。ありがとうございます。